チャオ、あちゃんです。今日5月の16日木曜日、あちゃんちの晩ご飯はマクドってことで、マクドナルドでカルビ改めのカルビ、卵ダブル改め2個玉、アイコンチキンソルトエンドレモン改めレモモモンと、シュクシュクポテトバター醤油味とのポテトね、と、シトラスコーラで食べたいと思います。はい、子供とね、食べるの、シェアしながら食べ比べしていこうかなと思ってるんだけどね。まずね、フレーバーを入れて、いい香りしてる。やった、シャカシャカポテト、あ、おいしい。これ食べる、何味？バター醤油、うまい。バター醤油美味しい。これもう箱やからもとりあえずちょっと半冷め、ストラスコーラを飲みましょう。ストラスコーラ、爽やか、結構美味しいよ。どう食べる？食べよ。それ普通のコーラな。何？これあれ？ジャパンペット。これシトラスコーラ。ストラスのフレーバーが入ってんの。ジャパンエプシコラ。人を太らすコーラ。人を太らすってね。人を太らすいや、コーラは人を太らすよ。砂糖の方もいいやん。人太らすコーラ。びっくりするコーラ、砂糖入ってんね、コーラは。人を太らすコーラ。レモンみたいな。カルビでも食ってみる。一口だけちょうだいな。ポテト多すぎ。チョコ入れて巻いて。混ぜて。これで、これで、これ三人で食べ比べると。みんな食らうね。みんな食らうからだるいな。だるいなって。だるいな。本音が出ちゃうわ。動画の企画もなんてこと。動画の企画なかったら今日はマクドちゃうねんから。まあでももう今更かあるけどな。っていうかほんまは食べ比べたかったんやけど、3種類したんこら食べられんやん。カルビってごましか乗っかってないで。ほんまに、いやカルビ乗っかってるやん。ごまやん、中やんか、のっけやん。ごまやん、まだ折れしてる。でもももももも、なんかいっぱい入ってる。レモンももももも食べてみよう。これも似たやるやん、なだ折れしてる。だって2個玉って言ってもいいんだろ、肉しか2個入ってないやん。うん、うまいな、これレモンもも。やべえ、メガネ汚れた。2個玉やん。うん、レモンもちょっと微妙ね。レモンのっカルビ、
乗っかるべ、カルビ乗っかってんのかな、うん、おー乗っかってる乗っかってる、うーん、ほんと微妙な、はい、頭使うだけじゃん、玉ねぎ味が多い、玉ねぎ、うん、じゃあいらん、食べ比べじゃん、カルビ、うーん、ちょっと微妙やね、じゃあもうおじさんだね、ソースが微妙、なんか今回3つとも微妙、うん、その比較的には美味しいけどソースがダメ、でもこれが普通のハンバーガーやったら単なるダブルチーズになってます、ダブダブチーとかの方が少々美味しかったけど、どれも微妙やわ今回、うん、これがひどかったなあ、レモンももうダメ、うん、酷評、今回は3つとも微妙、でもこれが一番いけんじゃん、うん、これ江口、はあ、うん、ちなみに江口食べ比べようか、食べ比べるって、ちょ、一口だけであっちゃんとか言うのかなと思って、食べる？えぐち。食べんかなと思って買ってみてください。えぐちを食べてみましょう。うん。このソースが美味しい。今回の企画倒れ3回目企画倒れ言うて戻るけど完璧企画倒れです、ダメ、うん、これは解明しても残れません美味しくない提供されてないからどうだって言えん、うん、提供されてないから好きに言えるけど今回はダメです、あの、うん、あちゃんも好きじゃないどれも、あのねレモンもももももさっぱりダメで、ノッカルビは甘すぎるで、ニコ玉はソースが合わない、結局エグチが美味しかった、なんかね100円のハンバーガーで十分かもこれ味的にはね、もう一番みんな人気のない、めっちゃ残ってるやん、人気のないレモンもも食べてしまいましょう、もったいないから、いらんのかい、あ卵食べよ、エグチ食べよ、これエグチあれやよ、いしょ、それ一番おいしいわ、マジマジ、それはマジで、これ中抜く、じゃあ玉ねぎ抜いてあげようか、わがままちゃん、えそれさっき食べよ、お肉だけ抜いてあるから、え、お肉だけ、うん、お肉だけ抜いてあげるわ、言うてんのに肉が食べやがる、なんで食べたっけ、いつ食べたっけ、うん、ダメ、ちぎれるかな、もうほら、いらんとこ、いらんとこバーガー、うん
肌売れやな。流行に乗っかれてる。うん。赤いな。倒れすぎる。玉ねぎ美味しいけどな。辛いな、この玉ねぎ。辛っ。今回忖度はできません。こんな顔なのは、確かに鶏肉は美味しいな。いける？笑顔になる？アイムラビーになる？ラビーに。どういう意味だ？一口一口笑顔。ラビー、ラブって言ってみる。一口一口が大好きって言ってみる。でも、もう飲んでみよう。確かに。え？嘘、抜いたはずやの。どれぐらい我慢しなさい。結局今の限定は限定に走らず定番行った方がいいかも。次回の限定期待してます。エビフィレを振っとくよ。え？エビフィレを振っとくよ。いや、当たるわ。うん、よく玉。うん、もう仲良くなってきた。これを食べへん。今回からね、新製品出た時に解明バーガー乗っかるで大体味想像できたんで、で、あのどうせカルビの焼肉ダレが甘いやろうって、で想像通り甘いタレ。レモンはなんかもう初めから外れっぽかったけど、きっちり外れ。玉ねぎが大きすぎるし辛いし、玉ねぎがね、でなんか玉ねぎと鶏が全然合ってない、バラバラな感じがする。で、ニコ玉は美味しいかなとは思ってん。でもチーズバーガーとダブルチーズバーガーとかダブダブチーとかと何が違う、あんまり変わり映えせんよなと思って食べたら、ソースが違ってんけど、ソースが全然合ってない。ダメ。ほんまにな、味わからんのか。脳みそないんじゃんひどいひどい、それ言いすぎ。それ言いすぎ。まあ、色ちぎれねえんじゃん。はっきり言うけど、これを GO した企画の人はどうなんだろうって、うん、ちょっとこれはダメやなと思った。マクド大好きやし、いろんなもの好きやけど、今回の3つダメです。でもともとやっぱこの今回の3種類は、うん、やめとこうかどうしようか迷ったんだから言ってなかった。で、前回もビッグマックの、ビッグ超ビッグマックとスモールビッグマックやったっけ、時の変わり映えせえへんとことかいかへんかって、これ2回の企画全然外してんだけど、うん、別に食べらんでよかったかなって。一番おいしいのシトラスコーラ。普通のコーラ方がおいしいかもからな。コーラも結局フレーバー入れるより普通のコーラ方がおいしいからね。うん、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、江口が前もうちょっと食べた、もうちょっと食べた、江口食べてよ。うん、これじゃん。え、美味しいんじゃん。ジャックとあれやな。うん、いや、いや、美味しない。何がいい、ダブダブじゃん。やっぱりダブルチーズやね、やっちゃん。ガッツリがいいよ。ビッグマック？あんま美味しくない、美味しくないちゃうわ。あんまジューシーじゃない、パサパサ肉のやつが、まあ、下の入ってるやつあるやん、うん、それがいっぱい入ったやつが、肉が2つある、ダブル、うんうん、肉やパサパサ、うまいよ。
や、あれや、アツドナルドのビッグブック、超ビッグバックや。あれ一番美味しかったやん。熱やったわ。でかすぎ。熱盛やん。熱盛？熱盛。熱盛してたわよ。また作ろうか。また作ります。はい。人気なんで、限定、ビッグアック。ビッグアッツ。アッツすぎや。なんか、アッツ苦しいな。シューソンさんにアッツが。今度はダブル厚にしようか、1キロ肉使おうか、食えへん。3人で食えへんな。あれで十分やったよな、あれでもしんどかったよな。そんなもんなんです、うちの家族は。なれよ、胃袋けど、大食いできない家族です。だから食費安くて済むね。魚いくから高いけど今。これ食べる。親指怪我してるの忘れてた。これしといて。はい、ということで、今のところ一番美味しかったのが、アツドナルドの超ビッグマックでした。はい。またやりましょう。はい。っていうね、マクドナルドさん、あんねぐらいバカな企画もやってみてください。アホやな。なんだ、なんだそれ、アホや。で、今度また面白い企画考えてやりたいと思います。はい、ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんちの晩ご飯、マクドナルド今限定解明バッグ、解明バッグってね、解明マック、全部ダメでした。はい、もう少し頑張ってください。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、マクドナルドの3種類レビュー、良かったよと思ってくれたら高評価を、ためになったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。今更やけどね、もう企画始まってあれやけども、最初からちょっと貧乏かなと思って、やばい貧乏でした。